て。メガキンの掛け声とともに勢いよく出てきたわけだけど、結局どこで何をするわけ？まだ破壊されていない霊的スポットをガードとか？悪くない。だがアクティブさに欠ける。確かミートバルーンが実行犯を捕まえたってセイランが言ってたな。なら何か情報が聞けるはずだ。あいつに連絡をして。その必要はあまりなさそうです。アーコライツの D2 か。ヒントが向こうからやってきたってところですね。リベレイターズだな。覚悟してもらおう。いいですね。わかりやすいの好きですよ。おいで、私の悪魔たち。私が助ける。こんな大人数で来てんのさ。しかも偶然出会ったわけじゃなさそうだったしな。おい、嘘だろ。レベルが違うぞ。ダメだ、逃げろ。おっと、元気な人がいます。お話を聞いてみましょう。うっ、話す、くしゃ。暴れると少し痛くしないといけません。さあ、お話をしましょう。誰が貴様らと。ねえ、ソンシャン、拷問器具とか持ってないの？え、なんでですか？ホラー映画好きだよね。スプラッタとかも。ああ、世界中のホラー映画好きが不快になることを言おうとしてますね。要はないってことね。ありませんよ。見るのとやるのは別物ですし。大体その論法じゃリカさんは違法な銃を持ってることになるじゃないですか。ああ、持ってないんだ。はい、持っていませんよ。何今の。ままさかリカさんが普段持ってる銃って。安心自白剤もらっておけばよかったな。心配はいりません。私の体のテクニックで喋ってもらいます。なんてこった。いや、あいつはそんなヘマはしないさ。リベレイターズなら誰もがお前のように優秀ってわけじゃない。
共感指数が高く、アコライツに狙われはしても悪魔を使いこなせない奴も多い。そういう仲間は支援メンバーとして悪魔使いである俺たちを影から支えてもらっているのさ。そこを狙われたってわけだ。力はなくとも情報は持ってるわけだしね。ヘイボーイ、その捕まったやつはどこにいる？拷問の最中に死んだと聞いた。最低ですね。ちくしょう、なんてこった。最悪なのはこれからだ。情報は全て吐いてから死んだんだ。お前たちが頼りにしていた全ては。ゲー、このバカ野郎、早く救急車を。そんなに慌てなくても大丈夫ですよ。そうだね、どうせ痛みで失神しただけでしょ。でもまあ一応救急車は呼んでおくよ。落ち着いてますね。日本のフィクションではよく舌を切ると人が死にますけど、実際は舌を噛み切ったぐらいではすぐには死にませんから。確かに海外映画などでは舌を切って死ぬシーンはあまりないですね。出血や舌による窒息だって実際はなかなか起こらないんですよ。だからそんなに慌てる必要は。いや、慌てるぜこれは。え？そいつが最後に何を言ったか忘れちまったか？お前たちが頼りにしていた全てはだったかな。まさか。おそらく俺たちの情報はもう。そうなれば、何あれ、こうなるよな。やっぱり義神教会にバンマの社、私たちの拠点がやられたらまずすぎるでしょ。あー、もしもし、寝書き、今秋葉原にいるんだけど。入ったわ、アコライツに囲まれちゃった。先回りされてたみたいね。悪いんだけど、チケット送ってもらえない？そっちもか。でもってことは、とにかくすぐ行く。ちょっと待ってろ。一つ一つ回ってたら間に合わない。分散しよう。でもそれは、君はバカだから教えてあげるけど、他に方法はないと思わない？リスクは増すけど、正直どれ一つ失っても痛すぎるでしょ。君さ、まさか一人で戦えないぐらい弱かった？違うよね。もちろんそうです。自信も腕もありますよ。時間がねえ、それで行くぞ。ルーキーは俺とセーランのところへ。あとはシェアハウス内だ。うまく分散してくれ。雑な作戦だこと。こう見えてガチで焦ってんのさ。ミートバルーンにも連絡しておく。急ぐぞみんな。